これは。今まで楽園にいて、こういった状況にはならなかったのに。他のエリアに到達したからか。それとも。いえ、いにしえの楽園に、問題が発生した。誰？時間がないから、説明してる暇はない。とにかく、あなたのいるエリアを構築する記憶に不具合があった。同時に、あなたの意識と自己認識も一定の影響を受けた。だから、これから先はあなたの常識を信用しないで。私の指示に従って進めば現実に戻れるから。どうしてあなたを信じないといけないの？信じなくてもいいけど、私の指示に従ってほしい。普通にそうした方が効率的だから。少なくともあなたが誰だか教えてほしい。私は見も知らぬ人の言葉に従いたくないわ。はあ。知らない名前と馴染みのない名前。あなたにとってそう違いはないはずだけど。実験体。今あなたが目を向けるべきなのは自分の立場だ。知らない声。他の英傑？ヨルムガンドのメンバー？それとも。それに、実験体という呼び方は、ある人を思わせる。三つの通路。どうして？やっぱり、私の推測通りだ。検出したエネルギー反応によると、そのエリアの転送装置にも異常が発生してるみたい。もっと近くに行ってもらえる？詳しいデータが欲しい。だけど私が指示を出すまでは軽率に転送装置を使わないように。ええ、わかったわ。それ以上、転送装置に近づかないで。どうして？言ったはずだ。もう自分の常識を信用するなと。機能に変化はないけど、転送される目的地はかなり混線してる。つまり、そこで異常に強い敵に遭遇する可能性がある。おすすめしない。けど、転送装置の標識を見た感じ、これが一番安全なはず。急に現れて、私を現実に連れ戻すといった相手を、本当に信用できるの？やっぱり、他の転送装置も観察してみましょう。それ以上、転送装置に近づく。どうして？言ったはずだ。もう ここなら問題はないはず。記憶の構造を見たところ、この転送装置の先は典型の場所らしい。典型数？ありえない。これは彼の刻印じゃないわ。それに、この転送装置、嫌な予感がする。やっぱり、他の転送装置も観察してみましょう。
こだ。データによるとそれだけが正常なエリアにつながってる。本当に？私からするとこれが一番問題のある転送装置に見えるけど。それはあなたの常識がすでに通用しなくなり始めているからだ、実験体。データの測定結果は絶対的だ。早くそのエリアから離れて。そうしないと何が起きるか誰にもわからない。この人のこと本当に信じていいの？やっぱり他の転送装置も観察してみましょう。終了する。え？こんにちは、実験体。現実にお帰りなさい。この声、あなたがさっきの？ごめんなさい。あなたの姿は少しユニークだから気づかなかったわ。あなたは私の言う通りにした。どうして？その時の私の直感も、あなたの示した道を指し示していたから。何の科学的根拠もない判断だ。だけど幸い、あなたはシミュレーション結果で最も生還率の高い道を選んだ。それでも 34.7% だけだったけど。 34.7%？ 私にとってはすでに高い確率だけど、他の二つの生還率はどれくらいなの？高くても 30%。 分かってる。あなたにとって何の違いもないかもしれない。だけどあれは確かにより安全な道だということをあなたは否定できない。 4.7% の違いしかなくても。ええ、あなたの意見には同意するわ。だけど見知らぬ人の指示よりも大多数の人は自身の判断を信じると思うわ。だから人類はいつも後悔する。ファーガソン脳域に作用するある反応の影響で、確かに個体それぞれは感性的で愚かな。いい、どうせ説明したってわからない。それって今なら自己紹介してくれる？どこの誰とも知らないおせっかいさん。私はクライン、メビウス博士の助手だ。今は主に古の楽園の日常メンテナンス作業を担当してる。古の楽園のメンテナンス？ならあなたも英傑の一人なの？記録、楽園で発生した異常事態は実験体の視覚や論理的思考能力に回復不能なダメージを与える可能性があると。あ、いい、英傑じゃないのは分かったわ。ならどうしてあなたはここにいるの？これが私の仕事だから。見ての通り、私はメビウス博士が作った武装人形。あなたと同じ現実にいる存在だけど、私に対して継承とかいらない。クラインでいい。はじめまして、クライン。私はライデン・メイ。効率的に言えばあなたが自己紹介をする必要はない。あなたが楽園に入った瞬間、私は最高レベルの警報を受け取ったから。誰も後継者として入ってくる律者がいると想像しなかった。私が楽園に緊急メンテナンスをしていなかったら。あなたはその防御措置を見ることになってたかもしれない。
その話を聞いて、私はあなたに礼を言うべきなのかしら。うん、どういたしまして。他に質問がなければ、実験体、あなたのこれからの仕事について話す。仕事？うん。私の初歩的な推測になるけど、今あなたが遭遇した異常現象は、楽園が律者に対する拒絶反応だと考えられる。これは通常、生物学で使われる言葉だけど、そう話した方が、より早くこの状況を飲み込めると思う。そして、その異常を修復するために、あなたには楽園のデータ収集に協力してほしい。どうして？今、楽園にいる後継者は、あなた一人だけだから。そうだとしても、断るわ。別にそんなことをするために、この古の楽園に来たわけじゃないもの。え？断る？どうして？なぜ、あなたは他人の要求を断ることができるの？え？普通、引き受けて、時間通りに終わらせるんじゃないの？たとえ相手の考えが変わって全部やり直しになっても断っちゃいけない。そうじゃないの？あなた地獄で暮らしてるの？とにかくそれらの異常は大した妨げにはならないし、あなたを助ける筋合いもないわ。もしあなたの探索が今までのエリアだけにとどまるなら、そうなるけど、わかった、大丈夫。自分で何とかしてみる。待ってくれ。ん？今までのエリアって言ったわね。それって楽園にはまだ私がたどり着けてない場所があるってこと？うん。だけど、今の楽園はますますカオスになってる。異常を完全に修復するまで、従来エリアの安全性を保つことで、精一杯。それならクライ協力するわ。え？楽園の深いところに行くことがもともと私の目的の一つだから。だけど異常の修復が私にとって何の役にも立たないと気づいた時、協力もそこまでよ。大丈夫、それで十分。ありがとう。それで、どう協力すればいいの？あ、これを。これは？大丈夫。位置は大した問題じゃない。その機能に影響はしないから。説明するのは少し難しい。楽園の中でのみ使用できるコンポーネントだと思って、異常が発生した時、それを使って外と通信することができる。私もなるべく早く返答する。クレイ、さっきのは一体？楽園自身の機能に問題が発生したのは確かみたい。その影響であなたの記憶の中にいる人物を正常に再現できなくなってる。その原因は？まだわからない。今あなたから入手したデータを分析してる。けど、単純な推測でいいなら、二つの可能性が考えられる。一つ目、あなたの思考に問題があって、そのせいで
あなたは崩壊獣を仲間だと思ってる。その可能性は排除してもらって構わないわ。でも、もう一つの可能性もすでに排除されてる。もし、あなたの思考に問題がなければ、残りの可能性は、誰かが楽園の記憶シミュレーションの理論を変えたことになるけど、だけど、今、楽園の中にいる後継者は、あなた一人だけ。なんだか、私が一番犯人だと思われる状況な気がする。そんなに見つめないで。私は何もやってない。証拠はないけど。楽園の中の何かが私の思考を変えようとしてる可能性は？ない。基本的な神経科学と脳融合システムの計算理論と方法、社会心理学の背景知識、それから、その顔。そういうのは勉強したことがないんだね。はあ、やっぱり時代は変わった。時代とは関係がないと思うけど。とにかくそういう状況が起きる可能性は無視できるほど低いと、そう伝えたかった。具体的な結果はデータ分析が終わってから話す。終わり次第連絡する。クレイン、さっきは何があったの？どうして通信が急に？あ、ちょうどよかった。実験体、あの異常現象の原因を見つけた。しばらく遭遇しないと思う。それで、一体どこが悪かったの？楽園の転校システムだ。転校？うん。記憶の中の転校を再現することも、楽園の基礎的な機能の一つ。理由はわからないけど、楽園の自動防御システムと結びついてたんだ。つまり、律者エネルギー反応を検出したとき、楽園の転校も、一つの防御措置として機能した。その結果、あなたは異常事態に遭遇したというわけ。とにかく、今は解決したのよね。うん。この問題を徹底的に解決するには、まだ少し時間がかかるけど、でも、そのメカニズムを修正したから。簡単に言うと、似たような状況はあまり発生しなくなる。クレイン、状況はどう？あまり良くない。また新しい問題でも発生した？うん。少し待ってて。うん。これでよし。まだ少し問題点はあるけど、危険な異常事態はもう発生しないはずだ。異常の発生率は、およそ10万分の1前後。体感的に、ゼロだと思って構わない。ただ、あなたにとって、状況は相変わらず楽観視できないけど。どうして？以前入手したデータを分析した結果、今ならはっきりと伝えられる。あれらの異常には、明らかに人為的な痕跡が存在してた。それって、誰かが楽園の正常運行をわざと邪魔してるってこと？楽園が律者に対して反応したとき、誰かがその気に乗じてデータの改ざんを隠したんだ。
相手のことを調べられそう？今のところはできない。相手の使った手段が非常に巧妙で、それを探るには時間がかかる。それよりもデータを変更前の状態に戻すことの方が重要だと思う。でもごめんなさい、その件もうまくいってない。ああいう異常事態はもう発生しないけど、存在したこと自体が古の楽園に永久的な変化をもたらした。古の楽園の中で変わった転送装置を目にしたことがあると思うけど。ええ、未知のエリアに繋がってるみたいだった。でもどうしてもそこに入ることはできなかったわ。それが普通だよ。あのエリアはもともと戦後のために用意されたものだし、かなり前に廃棄された。なのに今、あそこに新しいエリアが現れた。私にも何があるのかわからない。そしてあなたの探してる楽園の深部へと至る道、その特殊な転送装置が急に消えたんだ。つまり消えた転送装置はあの新しいエリアにつながってる可能性があるということね。確信はないけど、その可能性が一番高い。ええ、わかった、行ってみるわ。あ、待って。どうしたの？あなたがいない間、あなたを探しに来た人がいる。そう、エリシアのことかしら。どこにいるの？いいえ、彼女はあなたと同じ楽園の外のものだ。外？うん、休憩室に行ってみるといい。まだそこにいると思う。前回ここに来た時はまだエデンの絵じゃなかった。変化は気づかぬうちに起きる。そうだろ？どうしてここにいるの？あ、待って、まさかあなたも記憶体？渡りガラス殉職したの？本当かどうか直接自分で確かめてみたらどうだ？遠慮するわ。ここに何しに来たの？ヨルムンガンドの幹部として頑張ってる後輩を見に来ただけだ。何か不都合でもあるのか？この古の楽園に関して私はお前よりずっと詳しいぞ。ちょうどよかった、あなたに聞きたいことがあるの。ヨルムンガンドの幹部は全員古の楽園で洗礼を受けたと言ったわね。それってあなたはここの終点に行ったことがあるってこと？ああ、最初の目標は確かにそうだった。が試練をクリアする基準は一つじゃない。他の人は知らないが、私自身は少しばかり特殊な手段を使ったんだ。ヨルムンガンドは融通が効かないわけじゃない。大事なのは自分の価値を証明できるかどうかだ。とはいえあの頃の私もここに随分と長いこといたんだぞ。本当に懐かしいな。まあ私のことはいい、そっちはどうだ？順調に進んでるか？順調かどうかは置いておいて、今のところ一部の人と知り合えただけね。融合戦士のことだな。確かに彼らは個性が強い。それで仲良くなれそうな人はいるか？外で何かあったの？別にそんな話をするためにここに来たわけじゃないでしょう。後輩に会いに来ただけだって言ったろ。ライデン家のお嬢様が悪い奴らにいじめられてないか心配でな。なのにお前は私を歓迎していないようだ。いいだろう、すべてが終わった後
また会いに来る。待って、もう一つ聞きたいことがある。あなたがここに閉じ込められていた時のことが、この楽園の異常事態と関係あるのかしら。異常事態？どんな？まさかお前もあの仮面をかぶった男に邪魔されたのか？いいえ、彼のことじゃないわ。ここの管理人のクラインに会ったことはあるわよね。彼女の言葉を借りると、古の楽園自体に異常が発生したの。クライン？聞いたことがないな。というか管理人なんていたのか？楽園の異常事態、確かに私もいくつか目にしたことはある。だがお前の言う異常を見ない限り私も断言はできない。こうしよう。どうせ私は今他に仕事がない。ここに残ってお前に付き合ってやる。どうだ？バカンスしに来たの？組織の重要な資産の修復に協力する、それは重要な仕事にならないか？勝手にすれば。私の邪魔さえしなければ。承知した、お嬢様。ライデン・メイ、来るのが少し遅いぞ。どうしてここにいるの？私の記憶が間違ってるのか？その質問すでに一回答えた気がするぞ。仕方ない、仮を作ってしまったら嫌なことも断れないさ。すまないがお嬢様、これ以上楽園に深入りさせるわけにはいかない。ヨルムンガンドは後輩への配慮の仕方が特殊なのね。嘘はついてないさ。今でもそれが私がここに来た理由だ。何かがお前の邪魔をしてくれればいいと私はずっと期待してた。そしたら私は今みたいにお前を止める必要もないからな。どうして？へえ、あなたには無理とかそう言われると思ったが。いいだろう、私の考えすぎだったようだ。こう言おう、お前が一線を越えたと思ってる人がいる。一線？どうやら私たちのその言葉に対する定義は違うようね。この古の楽園で私はまだ価値のあるものをあまり手にしてないわ。さあな、私も命令に従うまでだ。お前が何を見たとかじゃなく、これから何かを目にするからじゃないのか？ここの異変のせいで予想外の状況が発生したからな。あなたが楽園に異常を発生させたの？そんなことすると思うか？私の目的はお前をここから連れ出すことだ。わざわざ不得意なやり方を選ぶ必要はない。なあ、私と一緒に戻らないか？どうだ、時間の節約にもなるだろ？私の答えを知ってるはずよ。私がここに来たのはケビンが隠し事をしてるから。もし誰かが私を邪魔したいというのなら、それは私が私の手にしたい答えに近づけているということよ。つまり無理な相談ってわけか。仕方ない、戦ったふりをしてでもお前を阻止しないと任務の報告ができないからな。戦ったふり？本当にそれだけのつもり？この場所はあまり好きじゃないが、めったにないチャンスだ。こういう手加減のできない戦闘は現実だとどちらかが死ぬまで終わらないだろ。神の鍵と黄泉の杖を持たない私が律者とどれくらい差があるのか。
すぐに、わかるさ。この光景、結構懐かしいだろ。手加減のできない戦闘だというのなら、どうして神の鍵を使わないの？だから、振りだよ、振り。お前を原始レベルにまでする必要はない。そうだろ？それに、本当に常在七雷を使うつもりなら、こうも早く姿を見せはしないさ。私が一線を越えたと思ってる人は誰なの？それがただの私の言い訳に過ぎないと、そう考えはしないのか？あなたのやり方を知ってる。確かにあなたは成り行きに従ってことを進めるタイプだけど、私と戦うためだけにそこまでしないと思う。へえ、賢くなったもんだな。それで誰なの？灰蛇だ。理由に関しては私に聞いても無駄だ。あの性格をお前も知ってるだろ。あいつの言いたくないことはあいつ以外誰も知ることはできない。だがお前もなんとなく察してるんじゃないか？それとも今でもこの楽園の本質が何なのか分かってないのか？私が掴んだ情報だと、ここはおそらく聖魂計画の一部ね。その通りだ。そして出発点は違えど、それこそが私が灰蛇の意見に賛同した理由だ。賛同？なぜ孫子がお前をここに来させたのかはわからない。だが古の楽園が与える贈り物はお前にとって意味がないもののはずだ。融合戦士によって作られた施設。そのターゲットは、もちろん融合戦士。もしくは、融合戦士になる予定の人だ。融合戦士。単刀直入に言おう。古の楽園が存在する本当の意味は、聖魂覚醒者のある封印を解くためだ。やっぱり、あなたはここの終点にたどり着いたのね。終点かどうかは私にはわからない。何しろ、彼女があの伝承を私に授けようとしたとき、私は断ったんだ。そして振り返らずにここを出た。あの人って、あなただったの？ここで私の話を聞いたのか？ケビンの記憶体がその話をしたわ。けど、どうして？お前も封印を解いた姿を目にしたら、そういう疑問は出ないはずだ。あれは戦士というより、怪物だった。私はそんな風になりたくない。あんな人間離れした姿を、初めて目撃した時は、衝撃を受けて興味が湧いてくるかもしれないが、私はその中に含まれてない。楽園に来る前、あの姿を初めて見た時から、私はそう決めてたんだ。私にとって、生き残るという言葉の意味に、人類であることを捨てることは、含まれてないからな。どうだ？最初から私と戻っていた方が良かったって、そう思うようになったか？いいえ。贈り物なんて気にしないわ。この目で全てを確かめることが、ここに来た目的だから。やっぱりな。お前を説得するのは無理だって分かってたよ。それで、そろそろいいだろ？ライデン・メイさん。それとも、私とずっとこの姿勢のままいるつもりか？つまり、お前はここにいるということだな。ええ。
残っても意味がないと思うようになるまでここにいるわ。あなたは？負けたんだから、そろそろ戻って報告しないと。ああ、違う。会わなければならない人が一人いたんだった。ここにしばらく残るかもしれない。じゃあな。クレイン、少しお邪魔してもいいかしら。はあ、誤った判断をしたのは私だし、いいよ、できるだけあなたの質問に答える。誤った判断？あなたの前に姿を見せたのは、楽園の修復をなるべく早く終わらせたかったから、協力に感謝してる。けど、全体的に見ると、私の仕事効率は、むしろ下がってる。ごめんなさい。でもこの質問に、一番正確な答えを出せるのは、あなただけだと思うの。なるべく時間を取らないように、あなたの仕事に影響を与えないようにするから。あなたの聞きたいことが、多すぎる仕事をどう処理してきたか、だったら、ごめん。教えられる経験はない。私は武装人形。腰椎や頸椎のケアに関する知識は、使うことはないから。記録したこともない。その聞きたいことはそれじゃなくて。じゃあ何を聞きたいの？ある友人と再会した後、私が楽園で経験したことは他の人と違うって気づいたの。私以外の来訪者、その人たちにとって試練を終わらせる条件は何？いろんな人から様々な答えをもらったわ。そして古の楽園のメンテナンスを担当しているあなたなら、きっと信憑性の高い答えをくれると思う。様々な答え、それは英傑たちの話だよね。それってあり得るのかな？一人の英傑の認可を受け、その全ての刻印を入手する。それが唯一試練を終わらせる方法。例外はない。例外？確かに、それが前提なら渡りガラスがここを出た時のことも例外とは言えないわね。つまり試練をクリアした来訪者は全員封印を解いたってこと？封印を解く、どういう意味？え？私が知る限り、古の楽園の試練をクリアすると、英傑から贈り物をもらえる。贈り物をもらった人は、融合戦士みたいに人為的崩落と呼ばれる力を使えるようになる。人為的崩落？ありえない。確かに楽園は、伝承のために存在する施設だけど、それも、成功を頼りにして刻印を伝承するに過ぎない。人為的崩落、それは融合戦士だけができること。それに封印なんて存在しない。メビウス、彼女は英傑の記憶体とはだいぶ違う気がする。どちらかというと彼女は他の人たちよりも自発的ね。多分、あなたのことになると、自発的に見えるんじゃないかな。え？あ、いや、そういう意味じゃないわ。彼女は楽園の中でずっと、ある危険な計画を準備しているらしいの。
だけど誰もその真実を知らないみたいで、彼女はあなたに手伝わせたりしなかったの？いいえ、博士はそういう人だ。協力することがあったとしても彼女は実験の全容を教えてくれない。それでアクシデントが起きたりしないの？しない。というより知りすぎるとかえって博士に不要なトラブルをもたらすことが多い。けどメビウスが楽園の中でしていることに対してメンテナンス担当者として本当に少しも気にならない？その楽園の存在に影響を及ぼす可能性だってあるんでしょ？もちろん博士にも確認した。返事は博士の実験の一つに過ぎなかった。最悪の場合を考えて楽園に対する影響があったとしても別に戻せないわけじゃない。だから私には博士を止める理由がない。実験、もう少し詳しく教えてくれないかしら？私の知っている限り彼女の実験の多くは理解しがたい部分があるから。意識転移に関する実験だよ。博士は第八律者を長い時間をかけて研究し、ようやくその技術を開発したんだ。しかし様々な制限があるから、その技術は汎用性が乏しく実質的な応用がなかなか難しい。博士自身もそれを使ってハイヘビを作っただけだから。意識転移？危険性の高い技術のようね。そうかもしれない。けど、一番危険性が高い可能性を、博士は、すでに諦めた。ここにいる英傑たちは、メビウスが完全に死ぬはずはないと思ってる。彼女自身も例外じゃないわ。けど、私から見れば、その根拠には、信憑性があまりないと思ってるの。根拠？ええ。彼らがそう考える理由は、メビウスに蛇の脱皮のような特殊能力があるから。けど、そういう能力にも限界があるはずよ。頻繁に生き返っていたら、メビウスは命の原点に戻って、完全に消えてしまう可能性があるわ。大したことじゃない。そういう副作用は確かに存在するけど、そのせいで博士の成長が止まっているわけじゃない。成長？つまりその副作用は時間を利用して相殺することができるの？うん。それに博士にとって不死を実現させる方法はそれだけじゃない。他に不死を実現させる方法があるってこと？その通り。そのために博士はたくさんの研究をしてきた。私が知ってる構想だけでも60種類以上ある。ただその中で実行できるものがどれだけあるか私も確信が持てない。死を恐れる科学者は別に珍しくない。けどメビウスは確かに目覚ましい成果を手に入れたのね。じゃああなたもメビウスは英傑の中の生存者だって信じているの？すでに答えを教えたよ。私にとってここにいる記憶体が博士本人だから。それと確かに博士には恐れという感情があるけど、彼女が死を恐れたことは一度もない。あ、うっかり時間を使いすぎてしまった。
そろそろ行かないと。まだ仕事がたくさん残ってる。待ってくらい、行ってしまったわね。つまり英傑たちがメビウスは死なないって考えたのは、融合戦士としての特殊能力があるからだけじゃない。けど本当にそうだったら、本物のメビウスはどこに行ったのかしら。メビウスの贈り物、意識転移の実験、楽園の中の危険エリア、それから融合戦士の特殊な姿、きっと何かつながりがあるはず。だけど今の私はまだそれをつなげる鍵を持っていない。唯一確かなことは、記憶体としてのメビウス、彼女の目的は古の楽園を作った時とは全く違う。メビウス、すべての答えを出せるのはあなただけよ。いえ、何の準備もないまま彼女に質問しても何も得られない。前もそうだったもの。確実な証拠がない限り彼女は何も教えてくれない。なら方法は一つだけね。メビウス、あなたに会うのは結構簡単じゃないわね。お姉ちゃんこそずっと私を避けてたでしょ。私に近づくのが怖いのに、私のことをいろんな人に尋ねる。お姉ちゃん、それって片思いに似てると思わない？そんなことしなくていいよ。私はずっとあなたと楽しいことをしたいと思ってるからね。もう少し普通の交流はできないの？私は用事があるから来たの。ち、めんどくさいわね。エリシアはどうやっていたのかしら。私のモノマネが下手だったから。嫌な相手のモノマネもするのね。当然よ。みんな私を警戒するんだもの。もし彼女の真似をして実験がうまくいくのなら、もちろん喜んで真似するわ。少し気分が悪くなるけど。けどまあ、あなたには効かないみたいね。もういいわ。さて、ラットさん、用事の話をしましょう。あなたも知っていると思うけど、私にとって大事な用事は一つだけ。あなたに手術台の上で横になってもらって、生身のリッチャの体をちゃんと研究することよ。今すぐにでも始められるけど、どうかしら。いいわ。はあ、はいはい、断られるって分かってたわ。それでどうしてまた時間を無駄に。今なんて。いいって言ったわ、メビウス。それが私の用事だから。私が古の楽園に来てから結構時間が経ってる。もし楽園が私に見せることができるエリアがここまでだとしたら、私は何度もその終点にたどり着いているはずよ。最後の贈り物だって受け入れる資格があるはずよね。
者、あなた、贈り物はいらないって、そう言ったでしょ？そうだけど、もうここを出たいと思ってるわ。楽園に隠された情報はあまりにも断片的で、ここで私の欲しい答えを見つけ出すなんて、最初から徒労だったかもしれない。それに、ここを出る前に、少なくとも、イニシエの楽園の存在意義を、この目で確かめるべきだって、私はそう思ったの。へえ、それがあなたの考えなのね、リッシャ。嘘だって思っても構わないわ、メビウス。けど、私を否定する証拠がないなら、それが唯一の真相よ。私の言葉を使って、私に口答えするようになったのね、ラットさん。いいわ。あなたの言う通り、それを真相だということにしてあげる。私にとってどうでもいいけれど。けど、本当にそれでいいのね。他の人にとって、その贈り物は封印を解く手段だけど。それを体験した律者は一人もいないわ。つまり、これは今までにない実験になる。何が起きるか。私にもわからないわ。だから基地の結果は私たちにとって何の価値もない。そうでしょ？ますますあなたのことが気に入ったわ、かわいいラットさん。ではお言葉に甘えて実験室に戻って準備してくるわ。それを律者用として調整するには少し時間がかかるかもしれない。それに、記憶体を最も完璧な状態に戻すために、私は自分の刻印をしばらく回収しないといけない。つまり、私の実験室に着くまで、あなたは私に会えなくなる。我慢してちょうだい。少し難しいかもしれないけど、約束するわ。我慢する価値があると、すべてが終わったとき、あなたは、神聖を手にするから。メビウスの実験室。あそこにつながる道がまた開いたみたいね。メイ、少し心配だけど、彼女と変な約束をしてないわよね。リッシャのお姉ちゃん、久しぶり。私に会いたかった？メビウス。はあ、こんなに時間がかかるとは思ってなかったから、待ち疲れてしまったじゃない。待つのが嫌なら、先に行っても構わないわ。まさか、あなたは私の大事な友達よ。一人にするはずないでしょ？あ、わかった。私が無限の刻印を与えなかったから、拗ねているのね。いいの、わかってるから。無限の刻印。私と同じように魅力的でしょ？ちゃんとあなたに渡すわ。そう、私たちが、初めて出会った時のように。何？おいで、かわいいラットさん。私の刻印を、祝福を、力を受け入れて、私の前に来て、私のすべてを受け入れなさい。ここかしら、渡りガラスが行った場所。あら、お姉ちゃん、またここに戻ってきたのね。私たちが初めて出会った場所だよ。まだ覚えてるかな？メビウス、実験に付き合ってほしいんでしょ？
ええ。ここに手術台はなし、実験室のようにも見えないけど。手術台？私が行う実験は、そんな簡単なものじゃないよ。やっぱり、贈り物なんて、最初から嘘だったのね。嘘。ねえ。お姉ちゃんだって、同じでしょ？古の楽園を出るつもりなんてないんでしょ？危険に立ち向かったのは、私の本当の目的をはっきりさせるためだった。お互いに正直じゃないから、その件は一旦水に流しましょう。私たちが初めて出会った時、私が言ったことをまだ覚えてる？お姉ちゃん、私はね、ここから出してほしいと思ってるの。冗談はやめて、メビウス。あなたはここの主人でしょ？私が手を出す必要なんて。待って。それって、古の楽園を出たいってこと？あら、やっと分かってくれたのね。ありえない。だってあなたは。あなたが、ハイヘビの身に行った、クラインを助けるために開発した技術。それが、意識転移だった。そうよね。その通りよ、お姉ちゃん。ずっとお姉ちゃんがそれに気づく日を待っていたの。けどね、今更後悔しても、間に合わないわ。生身の律者、完璧な体。これは今まで私がもらったプレゼントの中で、一番貴重なものよ。ねえ、古の楽園を出た後、私はまず、ケビンにお礼を言いに行くべきかしら。なるほど。それがあなたがずっと準備していた計画なのね。もっと早く気づくべきだったわ。無限の刻印を私に渡したのは、私を助けるためではなく、私の体をあなたの意識に適応させるためだった。そうよね、メビウス。賢いわね、ラットさん。私たちがこういう関係じゃなかったら、あなたを生徒にしていたかもしれないわ。メビウス、悪いけど、それがあなたの計画だったら、相手を間違えたとしか言えないわね。もう一つの意識と、体の支配権を奪い合う。そんな経験は初めてじゃないのよ。奪い合う？何を言ってるの？お姉ちゃん。あなたと同じ体を共有するつもりはないよ。実験はもうすぐ終わる。ここを出られる人も、一人だけ。今のうちに自分の意識とライデン・メイと別れを告げたら？別れを告げるのはあなたよ、メビウス。子供の見た目を使うのもやめたらどうかしら。あなたの本当の姿を見せたら？あら、そんなことまで知ってるの？好奇心旺盛な子ね。命の最後の時にまで
秘密を暴こうとするとは。いいわ、満足させてあげる。よく見なさい、本物の融合戦士を。これは。あら、驚いてる。何？数秒間見てないだけなのに、もう私のことがわからないの？お姉ちゃん。渡りガラスが、どうしてあなたの贈り物を拒んだのか、今ならわかるわ。渡りガラス？あの子は、命の美しさすら目にしないまま、逃げていったわよ。残念ね。彼女にも醜い進化を経験して、より美しい命に脱皮するチャンスがあったのに。今の彼女は後悔しているかしら。さあ、わからないわ。あら、もう落ち着きを取り戻したの？いいわね、偉いわ。これが人為的崩落、融合戦士の本当の姿。この目で見て、確かに少し驚きはしたけど、所詮その程度でしょ。所詮その程度。本当に冗談が好きなのね、いっちゃんのお姉ちゃん。まさか私を止められるチャンスがあるとでも思っていないでしょうね。かつて三人の英傑が手を組んでやっと成し遂げたことを一人でできると思ってるの？やってみないとわからないでしょ。その言葉、そのまま返すわ、メビウス。なら見てみようじゃない。今日ここを出るのはライデン・メイか、それともメビウスかをね。終わりました、メビウス博士。いいえ、その呼び方は使うべきではないですね。クライン、どうして？あなたなら理解できるはずよ。5万年前から私がこうするって知っていたわけだし、あなたは一度も反対しなかった。どうして今さら邪魔をするの？だって本物のメビウス博士はその計画を私に教えた時にはもうすでに諦めていましたから。本物のメビウス？クライン、どういう意味なの？私が本物のメビウスよ。今まで私もそう思ってました。あなたと博士の間に何の違いもありません。思想、行為、性格、全部同じです。だから彼女が私を暗いんだと思ってるように、今まで私もあなたを本物のメビウス博士だと思ってました。けれど今は。もういい、クライン。あなたにとって私は永遠に変わらない人間なの？いいえ、
そう考えたことはありません。ですが今日あなたがしたことは決してメビウスがする選択ではありません。博士、彼女は他の人類と同じくどんな変化を経験しても不変な部分がある。そしてそれがあなたと彼女の違いです。私と彼女の違い？冗談じゃないわ。はあ、あなたを説得できないのは分かってましたけど、大丈夫。博士はいつだって万全な準備をしています。何ですって？あなたに渡すよう博士から頼まれたものがあります。私は今までそうしていませんでしたが、私にとってメビウスのメッセージをメビウスに渡しても意味がないと思ってましたから。今まではね。何かを残す自分自身に何か企んでいるの、クライン？私はそんな感傷的な人間じゃないわ。そういう何の意味もなさない形式主義、そんなの私がするようなことじゃないのは分かってるけど、あなたに何かを伝えるチャンスはこれが最後なの。何と呼べばいいのかしら。メビウス、それともう一人の私。あら、クライン、その頃の私の方が好き、そういうことなの？このホログラム映像が博士があなたに渡したかったものです。彼女はそれを録画していました。彼女が死へ向かう直前に。死？クライン、自分が何を言っているか分かってるの？私にとって死なんてありえない。そうね、私も自分が死ぬなんて信じられないわ。あ、これリアルタイムの通信。クライン、私を騙すつもりならそんな分かりやすいボロは残さないでちょうだい。私があんな姿だった頃、あの頃に起きたことは全部覚えてるわ。あの頃は記憶体どころか古の楽園すら存在していなかった。私が自分にメッセージを残すわけがないでしょ。その方が面白い、そう思わない？傍観者の角度から過去の自分を見つめ直す、そういうチャンスはめったにないわよ。私に感謝なさい、もう一人の私。私自身だったら反論はもう言い終わった頃かしら。もちろんこの映像を見た時、あなたはすでにいろいろ変わって口数の多い人になっているかもしれないけど、とにかくこれが最後だから、気を長くして私の話を最後まで聞いて。いい？もう一人の私。最後のチャンスとは言ったけれど、何を話していいかわからないのよね。知ってる？実はかなり前から私はこう決めていたの。終焉の到来なんてどうすることもできないふりの口実に過ぎないわ。バカバカしい。
バカバカしいって、そう思うんでしょ？多くの人たちにとって、メビウスは不死なの。どんな死を経験したって、生き返る化け物よ。でも、あなたなら、きっとわかるわよね。私たちは、本当は誰よりも、死を恐れてる。殺されたら死ぬ？いいえ、違う。私はまだ生き返ることができる。ただちょっと痛いし、小さくなるし、一回脱皮するだけだから。融合戦士になったばかりの頃、それが恐ろしいことだと私は気づいてなかった。あの時、自分の力に喜びすら感じた。そのおかげで、私は無限の命を手に入れ、人類の進化のあらゆる可能性を探せると思った。そう。この姿になるまではね。その時、私はあることを意識した。生き返ることは、無限の命と同等ではないの。私は死ぬ。本当の意味で死ぬの。だけど、それはいつなの？私が10回死んだ後。それとも100回？ 1000 回？子供に退化するとき。赤ん坊に退化するとき。それとも廃止？もしくは細胞？わからない。何もわからないわ。覚えているのは、それが私に初めて、未知への恐怖を感じさせたこと。そしてその恐怖に、私はすぐに押しつぶされた。だから、進化を追い求めるのと同時に、私は本当の意味で、不老不死になる方法を探し始めた。死の影が、私に追いつけないようにしたかった。もういい。けど、それに何の意味があるの？あの日の夜中、実験がまた失敗した。ジョカは床に倒れて、帰る気力すらなかった。あの時、彼女は私にこう聞いたわ。博士は一体何のために永遠の生を求めると。私は、私の知ってるあらゆる言葉を探したけれど、完全な答えを絞り出すことはできなかった。そうよね。一体何のためなのかしら。人はいつか死ぬ。そうでしょ。なら私の執着は一体何のためにあるの？私は初めて自分を疑ったわ。ふん、愚かね。愚かだって、そう思うでしょ。けれど、それ以上に愚かなことが起こってしまった。最後に、本当の意味で私を目覚めさせたのがエリシア。かつて私が一番嫌いだった人の死だとは思わなかった。彼女の死は私にあることを教えてくれたわ。恐怖に突き動かされ、自分がどこに向かうかもわからない人たち。私が彼らを嘲笑った時は、私自身もその一員だって知らなかった。最後まで気づけなかったわ。私だって、敗者だということに。その時、私はようやく、自分の心にあるもう一つの声を聞くことができた。死だけが永遠に変わらないと。私につぶやいてた。あなたならわかるでしょう。過去の私なら、今はの際なんて言葉を自分に使う日が来るとは想像もできないでしょうね。もちろん、私がその気になれば、終焉の律者だって私を徹底的に殺せるとは限らないわ。
説得力がない。そうでしょう。今でも死にそうな顔をしているのに。けどあなたはもう一人の私。自分が嘘をついていないことは説明する必要もないでしょう。文明が途絶えてこの大地が存在しなくなっても時間の果てに到達しない限り私には生き返る可能性がある。だけど今はもうそんなことをしたくないわ。メビウスにとって今回の死は最後の死よ。何？やっと無駄話だって気づいたの？まったく、どうして急にこんな話を始めたんでしょうね。自分がもうすぐ死ぬってそう感じたのかしら。これはあなたに残すメッセージなのに。メビウス、私の前で無限の可能性がある規定の終点に向かって収束しようとしている。終焉の降臨。もうすぐこの世代は何もない荒漠になるんでしょう。そんなこと全然気にしないけれど、やっぱりそうなる前にこのメッセージをあなたに残すべきだと思ったのよ。ハイヘビもクラインもこの話を聞いたらきっと私の気持ちを理解できると信じてるわ。けどあなた、もう一人の私に対して私は少し不安なの。あなたと私が直面する状況は同じじゃない。無限の道はまだあなたの前に伸びている。誰もあなたに干渉できないし、あなたの代わりに選択する資格もない。たとえ私あなたを想像したものでも例外じゃないわ。もういい。もちろんあなたはメビウスよ。もし最後にあなたがメビウスの道を歩いて私になることを選んだら、それもあなたが無限の可能性の中から自分の意志でした選択よ。何があってもあなたは自由なの。博士、休眠装置がもうすぐ起動します。こちらに来てください。ええ、わかった。すぐに行くわ。どうやら私が徹底的な敗者とは限らないみたいね。無限の可能性、自分の間違いに気づいてから確かに私は二度とそれを所有できなくなった。だけど私はこの手でそれを創造した。そうでしょう。ハイヘビを通して、クラインを通して、そしてあなたを通して、あなたたちがした選択は私の無限なのだから。はぁ、あなたがこのメッセージを見るのはいつの時代なのかしら。数千年後？数万年後？それとももっと先の未来？私の知ってるすべて、私たちの記憶の中のすべては、あなたがこのメッセージを見た時代ではもうすでに風に吹かれたらすぐ散ってしまう埃になっているんでしょうね。だけどあなたにとってすべては始まったばかりよ。あなたは私が作った最も完璧な作品、一番特殊な存在なの。あなたが誕生した時からあなたは私の人生の夢を叶えてくれたわ。メビウス、この世界の
もう一人の私、私とちゃんとは別れを告げましょう。いいわね。冗談じゃないわ。あなたが本当の私なら、あまりにもがっかりよ。無限を選択？ふっ、なんて無残。私がしたいのは無限を超えること、すべての可能性を超えることよ。あなたの道なんてその中にある、取るに足らない道、それだけよ。あなたは？クライン、何よその目は。まさか私が生意気な口を叩いてるとでも思ってるの？まさか彼女が死を選んだのは本当に自分自身の意思だって思っているの？何を言って。あなたは何も気づいてないみたい。よく思い出して、クライン。彼女が最後に、イニシエの楽園に来て、記憶を同期したのは、いつのことかしら。それはエリシアが。まさか。あら、さすが私のお気に入りの助手ね。理解が早いわ。そう。動機が行われた時、私はその隙に彼女の記憶に小さな種を埋めたのよ。ありがとう、クライン。今日あなたのおかげでやっと知ることができたわ。その種はとうに芽生えただけじゃない、豊作だってことをね。あなた、どうして。どうして？もう一人のメビウスになりたくないからよ。私はこの手で、もうやり遂げたわ。私はもう自分を本物で唯一のメビウスにしたのだから。クライン、私の自慢の助手、今でも私を説得して私を止めるつもり？やっとこの陳腐な干渉劇を終わらせることができそうね。クライン、どうしてそれを最後まで見たと思う？え？蛇は獲物を見逃さない。待つことが一番得意だからよ。昔はそうだったし、今も同じよ。このエリアのデータが消えてる。さっきの時間、あなたはずっとこのエリアを削除しようとしていたんですか？その通りよ、クライン。あなたが私から勉強しなければならないことはまだまだあるわ。けど安心して、あなたには大して影響ないわ。多くても軽いデータ破損くらいだから、記憶喪失みたいな症状が出るかもしれないけど、別に悪いことじゃないわ。だって新しくできた律者のあなたの友達が絶望の中でどう消えていったか思い出したくないでしょ。まずい。律者のお姉ちゃん、ごめんね。まさかこんなことが起こるなんて私も思わなかったわ。
観客としてくだらない茶番を見せてしまってごめんなさいね。てっきり私は部外者だと思っていたけどそんなはずないでしょ。一社のお姉ちゃん、あなたはずっと私の一番お気に入りのラットさんよ。でもね、私の実験室で人を噛むラットさんはお仕置きしないといけないわ。じゃあさよなら、リッチャのお姉ちゃん。今日できなかった楽しいことはまた後日再会しましょう。もちろんあなたが生きてここを出られることが前提だけど。メビウス、待って。実験隊、もう追わないで。あのエリアはすでに消えたし、博士もここを出たんだ。まだ時間がある。楽園を出る方法を探す。この転送装置も博士に消された。クライン、あなたはよく確率を使って私に危険度を教えてくれたわね。なら今私たちが生きてここを出られる確率はどれくらいかしら。ゼロだ。分かったわ。励ましてくれてありがとう。励まし？成功率はゼロなのにあなたはここを出る方法を探してる。やっとケビンの言葉が分かった気がするわ。私はあなたを、そして私自身を信じてる。そういうくだらない数字よりもずっと。支配劇場の時のように今回も成功するかしら。あなた、律者の力を放出してる。ここは記憶によって構成された空間だ。律者の力は。そんな、ありえない。ああ、彼女。あなたの力のおかげで、彼女はここに気づいた。いい。とにかくまずここを出よう。出ないと本当に間に合わなくなる。それはないわ、メビウス。これほどあなたや私が興味を持つ存在をそうたやすくあなたに渡せるわけないでしょ。エリシア、独りよがりにも程があるわ。本当に彼女を助けられると思ってるの？あ、そうだ。あなた、ずっと私にピンクの服を着せたがっていたでしょう。今日は機嫌がいいから、もし彼女が生きて楽園を出られたら、今すぐ着替えてあげるというのはどう？いいわね。着替えてきたら？やっと戻ってこれた。ほらね、メビウス、言ったでしょ？可愛い乙女心にできないことはないわ。ありえない。どうやってここに戻ってこられたの？さあね。もしかして運が良かっただけかもしれないわ。うん、冗談じゃないわ。あなたなのね、エリシア。うん？ち、ん？メビウス、まだ行かないで。メビウス、あらあら、振り向かずに行っちゃったわね。一体どれだけピンクの服が嫌なのかしら。あんな風に怒るなんて。けどプンプンする彼女も結構可愛かったわ。
フグみたいに頬を膨らませてプンプンって。どう思う、メイ？メビウスの本当の目的を最初から知ってたの？あら、メイ、どうしてそんな風に思ったの？知ってたらとっくに助けに行ってたわ。あたしとメビウスの会話、途中からしか聞こえていなかったでしょ？彼女はイニシエの楽園を出られると思って、あたしに全てを打ち明けたの。なんというか、飼い猫がカーテンをボロボロにして、得意げにそれを自慢してる、みたいな感じかしら。そのメビウスが、この場にいなくてよかったとしか言えないわ。彼女がいたらそんな風には言わないもの。そうね、猫じゃなくて蛇に例えて口にするかもしれないわ。どうかしら。メイったら、そんなツンとした顔をしないで。戦闘はもう終わったでしょ。あなたはまた英傑を倒した。昔なら想像もできないような大事件よ。それに彼女は私よりもずっと本気だった。見たんでしょ、彼女のあの姿を。ええ。だからね、メイ、もっと自慢して喜んでジャンプして歓声を上げたっていいのよ。あ、それとも実は私を待ってた？私からハグしてほしいとか？いいわよ、メイがそのつもりなら。遠慮するわ。別に喜ぶ必要はないもの。英傑たちと戦うことは私がここに来た目的じゃないわ。最初から私は真相を探るためにここに来たのよ。その点に関してはずっと変わっていない。ただメビウスのような伝承と同時に別の企みがある英傑はもしかしたら一人じゃないのかもしれない。そう最近やっと気がついたわ。例えばあなた、エリシア、あなたの本当の目的はその手にある矢を放つ時のようにタイミングを待ってるんじゃないの？私？私だってメイと同じよ。最初から変わってないわ。傍観者として、あなたがイニシエの楽園にもたらす変化とサプライズを静かに見守る。そうしているだけで私は満足なのよ。